皆さん気持ちもうちょい前目で。音でけえなこれ。じゃあすいません、7時になりましたので始めます。で、先ほども言いましたが、本当に寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。国会パブリックビューイングから残ってる人ってどこらいます？あ、結構いる。すいません、柄悪いんでよろしくお願いします。で、ちょっと今回ツイッターで拡散っていうかしたんですけど、タグを、1126国会前って本当すごいシンプルなあれにして、結構だから最初バナーとかつける前に見てたら何の抗議やるのか分かんないみたいな感じで、なんか水道法に反対しようだとかなんとかってなんかいろいろ結構出てきたんですけど、で、やっぱなんかこうやって国会前って言ったら本当にいろんなイシューが出てくるっていうぐらい本当にデタラメなことばっかりなんだなって改めてやっぱり思ったんですけど、今日は入管法改正案、の件での抗議になります。で、さっきかな、今日は委員会一応解散散会してるんですけど、なんか見立てだと明日の午前中に、2時間ほどやって、で採決、まあ強行ですけど強行採決して、午後に緊急上程して衆院通すみたいな話になりそうな空気になってます。だからこそ今今日ここで頑張ってそんなもん許さんっていう声を、出しとかないといけないかなと思います。で、ただちょっと今日までやらなかったのは理由があって、もっと前からやろうかなと思ったんですけど、いろいろちょっとやっぱりテーマがテーマなんで、変な話右翼というかバカっぽいやつらの言ってる移民反対とかと一緒にされたら困るなっていうのがあったんで、どうやって再化すればいいかなっていうのがちょっと僕もどうしたらいいか分かんないっていうところがあって、ちょっとギリギリまで何もできないまま来ちゃったんですけど、この間衆院のその法務委員会で参考人質疑っていうのがあって、で弁護士さんの指宿翔一さんっていう方なんですけど、その意見陳述があって、それちょっと簡単にまとめてくれた人いるんですけど、この内容がすごく分かりやすかったので改めて多分法務委員会とかでも寝てるやつ行ったんで、改めて国会に向けて聞いていただくためにもちょっとこれちょっと読みたいなと思います。ちょっと長いんですけど、外国人労働者受け入れ制度を創設すること時代について、ずっと前から外国人労働者の受け入れはずっと行われてきました。2017年10月の末の段階で約128万人の外国人労働者が日本で働いているという数字が出ています。そのうち約26万人が技能実習生です。そして資格外活動の人が約30万人です。外国人労働者を受け入れながら正面から認めてこなかったということが異常なことであったと思います。技能実習制度の目的は技術・技能の移転により国際貢献をすることだと説明されてきました。これは真っ赤な嘘です。技能実習制度が労働力確保の手段として使われてきたことは明らかです。もうこういうことはやめるべきです。外国人労働者の受け入れをめぐる本格的な議論をしっかりするべきです。国会でも市民社会においてもしっかり議論をする、そのチャンスが来ていると思います。拙速な議論は法案を通してしまうようなことは決してあってはならないと思います。で、技能実習制度については、技能実習制度には構造的な問題があります。厚生労働省が毎年出している資料では2017年の場合、全国の労働基準監督機関において実施者に対して5966件の監督指導をし、その 70.8% に当たる4226件で労働基準関係法令違反が認められたと記載されています。技能実習生はこうした労働基準関連法案の違反に対して声を上げることができているのでしょうか。申告状況というデータの平成29年版を見ると89件、1年間で違反事例が4226件出ているのに89件しか申告ができていません。パーセントで言えば 98% の違反については申告がされていません。なぜ技能実習生は声を上げることができないのでしょうか。知識の不足とか言葉の問題ではありません。3つの原因があると思います。1
1つ目は送り出し機関から費用を徴収され違約金契約を締結させられ保証人もつけられています。どんな違法な労働条件でも我慢して働かざるを得ないのです。2つ目の原因は日本で職場を移動する自由がないことです。技能、技術を習得して国際貢献をするという建前のために同じ職場で実習をしなければならないことになっています。3つ目は技能実習生が権利を主張すると受け入れ企業管理団体によって強制的に帰国させられてしまうということです。法務省も改正に改正を重ねてもこの構造的な問題が解決できなかったことは知っていると思います。同じような人権侵害、権利侵害を繰り返さないという強い決意を持って新制度の検討に臨まなければまた同じ過ちを繰り返します。新制度を代理の技能実習制度にしてしまっては絶対になりません。職場移動の自由を完全に保障する送り出し国と日本におけるブローカーを規制する、家族の帯同を認め定住化に結びつく可能性を開く、受け入れ基準の透明性、客観性を確保することが大事です。現在の出入国管理における身体拘束制度は収容の必要性や相当性に関する要件や期限を設けていません。無期限に200年でも収容できます。国際的な基準に適合していません。新たな受け入れ制度を創設するにあたっては国際人権基準に適合した入管行政の整備が必要です。最後にこれだけ課題のある法案です。数日の審議で決めるということはできないと思います。外国人の労働者の受け入れは人手不足対策のためという観点でやってはダメです。日本がどういう国社会を目指していくのかということに関わる極めて重要な問題です。ぜひ時間をかけて慎重に審議をお願いしたいと思います。で、これ、法務委員会の参考人質疑で言ってるんですよ。聞いてたかお前ら。こういうことな、別になこの参考人質疑だけじゃないんだよ。もうずーっといろんなメディアからもうみんなに言われてるのね。言われてて、今日もさ、俺車の中でさ、仕事で移動で車ずっと乗ってたから、法務委員会じゃなかったんだわ。予算の集中審議の方の聞いてたんだ。で、立憲、国民、共産党はこの話題を当然取り上げているわけですよ。で、法務大臣さ、質問に答えろよ、まず。もう全然話進まないんだよ、お前のせいで。で、結果的に、じゃあデータ出せって言っても、もや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 出せません、みたいなことを言ってて、もう何にも話進まないわけ。で、法案の中身の大事なデータが捏造されてたりとか、出せませんとか言ってて、で、じゃあこの法案通してくださいって無理に決まってんだろ。国会舐めすぎなんだお前ら。国会も舐めすぎだし、だいたいこの法案ね、多分さ、内閣の人聞きたくない言葉だと思うんだけど、新しい時代の徴用工じゃないですか。これ完全にこれそうじゃないですか。また同じことやる気か。また世界に恥をさらす気か。お前らみたいのかな、お前らみたいのかっていうか、もう安倍だわ、安倍なんだよ。お前さ、ほんと俺さ、今日フェイスブック見てたらさ、5年前のツイートが上がってきて、ツイートじゃねえわ、フェイスブックだから投稿が上がってきたんだけど、5年前もここにいたんだわ、ちょうど5年前に。で、5年前にさ、まさかさ、5年後までお前がやってるなんて思わなかったよ。で、もっともっとどん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 この5年間の中にもう全部ひどくなってってんじゃん。だから結局これが、あげく新しい徴用工制とか、ふざけんなよお前。さっさとやめろ。あめがない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 やめろ。実習制度は今すぐやめろ。
採決を行った後、本会議にて緊急状態することを職権で決めたそうです。なんでだから2時間やった後に採決ってもう最初から決めてるんですよね。2時間ですよ何時間やったんだっけ本委員会マジで本当舐めくそってんな。で、まあそんなトピックもありますけど、今日まあ本当に奴隷労働なんで、やっぱ労働関係やってる人にスピーチしてもらいたいなということで、エキサスから山本さんにちょっと来てもらいましたので、ちょっとスピーチしてもらいます。皆さん、こんばんは。最低賃金1500円を目指すとしているエキサスっていう団体の山本と申します。ではここでしばらくの間、この場を借りてスピーチさせていただきます。エキタスでは去年の12月、外国人技能実習制度の廃止を求める声明を出しました。そして今ここでも改めて言っておこうと思います。技能実習制度はすぐにでも廃止してください。あれは実習という名を変えた奴隷労働でしかありません。技能実習制度ってどんなもんでしょうか。技能移転ということでカモフラージュしていますが、実際は技術の習得には全く関係ない単純作業や農作業、余す際除染作業とかに外国人の人たちを使っているところはかなり多いです。しかも日本に来るために送り出し機関に金を払い、日本の管理団体に金を払い、実習先では低賃金重労働で搾取される。そんなただの詐欺みたいなもんだし、この構造はただの奴隷労働とか人身売買とか言われてもしょうがないんじゃないですか。で、最低賃金以上の賃金支払われている実習生って全体の 15% 未満です。時給500円台が最多です。しかも週100時間を超える労働時間で暴力だって受ける。そりゃ失踪しますよね、これじゃ。で、その失踪者数も今年前半だけで4000人超えてます。異常なんですよね、この技能実習制度って。それでもってさらに人手が足りないとか、経団連とか財界から言われて、新入管法でもっと外国人に来てもらおうとしたはしてるんですけど、もちろん今の技能実習制度を土台にしているから、この外国人の人権無視、強制労働に等しい、この状況だって温存されたままになります。その審議も野党からすげえ突っ込みいっぱい受けて穴がたくさん見えてきています。でも政府側は十分な資料すらろくに開示せず、ろくな時間もかけないで成立させようとしています。技能実習生の調査票もコピーすら禁止で、手書きで写せとかいうバカみたいなことをやらされてんですよね、野党の人たちは。2018年の国会の風景じゃないですよね、これ。江戸時代じゃないですか。で、アンケートを取っても国民の6割から8割の人が今国会で成立させるべきじゃない、拙速だって答えてます。ほとんどの人が望んでいない法案をなんでわざわざ人で成立させようとしてんですかね。で、これで誰が得するんですかね。目先の利益しか見ていない経営者とか利権に群がる政治家じゃないですか、麻生とか。でもなんで俺らがあんたらの利益だとか利権だとかのために外国人労働者規制にならなきゃいけないんですか。コープの時も言いましたけど、あいつらの利益のための道具じゃないんですよね。血の通った一人の人間なんですよ、僕たちは。外国人もひどすぎるじゃないですか。で、もし仮にですけど、今回の新入管法を通って、
目先の人手不足とか少しは改善するとか、まあそんなこともあるかどうか分かりませんけど、でもブラックな働き方とかなくならないと思います。根本的な格差とか貧困もなくならないと思います。なぜなら声を上げづらい経済的な社会的な弱者を作って、その上に搾取する側がふんぞり返る構造がそのままだからです。コープロの時もそうでした。政界とか財界が望んでいるのは結局安くて簡単に使えるものは言わない奴隷だけなんです。そもそも最賃以下で働かされて、ほとんど休みもなくって暴力受けて危険な目にもあって、そんな犠牲の上に僕たちは生きる社会が成り立っていいわけないですよね。でもこれって程度の差こそあれ、自分にも当てはまるって人はいると思います。賃金は安い、長時間労働、パワハラ、セクハラ、安定しない雇用、多くの人たちがこういうことに当てはまってしまうのが今の状況だと思います。中間層が少なくなって、結局この国は低賃金、長時間労働で不安定雇用の人たちで国を持たせてきています。そんで今回の収入新入管制度は、そんな働き方をする人たちのまた下にもっとひどい働き方を強いられる人たちをもっと簡単に使えるようにする、そんな制度です。差別を固定化して社会の底辺の人たちをさらにそこに固定化する政策です。さっき新入管法の発端は財界からの人手不足の声が理由と言いましたが、彼らの本音には人権非カットもあると思います。安くて簡単に使えるものを言わない奴隷です。でも人権費カットしか考えつけないトップなんて無能じゃないですか。労働分配率もここ数年低下していて、内部留保も溜まっているはずです。それなのにまだ低賃金の労働者を求め続ける産業界っていうのは強欲すぎませんか。政治の世界に目を向ければ消費税 10% に向けて動いてて、この前自民党のどっかの議員が消費税 20% なんて発言もしていましたよね。どいつもこいつも庶民から虫に取ることしか考えてないんですよ。なんでもっと誰もが豊かになれるような政策を考えないんだよって思いませんか。最低賃金上げろよ。そんでそれ全国一律にしろよ。中小零細への支援強めろよ。社会保障にもっとお金回せよって、そう思いませんか。もっともっといっぱいあるけど、でもこの国で生きる全ての人が住む家があって3食食えて、それなりの蓄えを持つことができる、そんな社会を目指せよって僕はそう思います。別にその毎日毎晩すごい豪遊化したいわけじゃないんです。ただ安定した暮らしが欲しいだけなんです。外国人労働者にまともな賃金払ってまともな働き方をさせろっていう、そんなシンプルなことだけなんです。何回も言いますが、自民党や経団連の連中は安くて簡単に使えるものも言わない奴隷が欲しいだけです。でも僕らは奴隷ではないし、機械の部品でもありません。あの人たちはまたいつも通りの強行採決を繰り返そうとしていますが、抵抗していきましょう。日本人だろうが外国人だろうが、働く人の命を奪うようなブラックな働き方を許しちゃいけません。搾取を続け再分配を拒む構造も許しちゃいけません。そろそろそんなのぶっ壊しましょう。まともな働き方を作りましょう。僕たちはもっと幸せに生きるべきです。技能実習制度、新入管法をぶっ潰しましょう。以上でスピーチを終わります。ありがとうございました。素晴らしいスピーチの後に何か言うと滑りそうなんで何も言わないようにできます。じゃあまたちょっとしばらくまたこれやります。強行採決絶対反対。
Thank you.
ぐやめろ。人身売買今すぐやめろ。人身売買今すぐやめろ。人身売買今すぐやめろ。強行採決絶対反対。強行採決絶対反対。
心臓。そして今国会で改正と称して改悪入管法案を通そうとしている自民公明維新のやつら、あなたたちに聞かせたい話があります。11月の20日私は東京地裁に行ってきました。ガセミ・バラハットさんという人が強制送還の命令の無効を訴えて裁判を起こしました。この人は日本で生まれ日本の高校に通っている16歳の少年です。お父さんはイラン出身、お母さんは日系でボリビア出身のガセミさんですが、日本で生まれ育ったので当然日本の高校生と何にも違わない少年です。その少年が今親がビザを持っていない、当然だから彼自身もビザを持っていない、ただそれだけの理由で強制送還されようとしているんです。この日本の法律の下でこんなバカなことがありますか。彼はただ生まれたというだけなんです。生まれて普通に子供としての生活を送り育ちで、今は県立高校に通って真面目に勉強をしている、本当に何の罪もない子供が、親がたまたまその滞在の、正規な資格がないというだけで、全く一度も行ったこともない、言葉もわからない親の国へ、これ送還って言ってますけどね、これ帰るんじゃないですよね、捨てられるようなもんですよね、彼の身になってみれば。そこで彼の本人陳述を聞きました。自分は日本で勉強して日本の友達も多いし、で今は大学への進学を考えている、もし今イランに送還されたらもちろんペルシャ語はできない、友達もいない、親戚もどこにいるんだかもわからない、そんな状態で、でイスラム教の信仰をおそらく強制されるであろう国へ行っても自分はとても暮らしていける自信はないんだと、そういうふうに述べていました。この話聞いて辛くないですか。あんたたち分かんないかもしれないね、人の気持ちになるってこと、多分生まれてこの方ね、え安倍晋三麻生太郎、お前らやったことねえだろ。彼はね、それでも大学に進学したい、そのために今一生懸命勉強してる、数学は学年で2番にまでなった、他のも成績が上がってる、だからなんとか学校推薦をもらって奨学金もらって大学行きたいんだと言ってます。そういう子供を強制送還しておいて、もっとなんか労働者入れるだ、ざけんじゃねえ、やることなすことおかしいだろ。お父さんもお母さんももう何十年も日本に暮らしていて、日本に生活基盤だってあるし、友達も知り合いもいる、ただ残念ながらそういう身分 で、しかもお父さんはもう3回も入管に収監されたことがある、もし働いたりなんかすればそれこそもう即刻また捕まってすぐに強制送還されるかもしれないから、収入も何にもなくても働くことも我慢しなくちゃいけない、お父さん言ってました、もう自分には夢も希望もないんだ、もう自分には自分の将来はどうなってもいい、ただ子供の夢だけは奪いたくないんだ、泣けました。
何なんでしょうこの国は。それでいてまた使い捨ての労働者をなんかどん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 この国に増やそうという、冗談じゃないよ。そんなこと許していいと思ってんのか。今この国にはたくさんの外国人がいます。でその人たちの多くは本当に低賃金 でしかもそのビザがないとかいう状態で非常に かわいそうな気の毒な状況で、もう人目を忍んで暮らしている人も多い。そういう人たちの人権を守れないでこれ以上外国から人入れるな。ふざけんな。で明日は何ですか。2時間だけ審議をして委員会採決で本会議に上程する。なんでそんなに急ぐんですか。なんか安倍がまたどっか外国行きたがってるんだって。それに間に合わせたいわけでしょ。冗談じゃねえ。何私たちの税金無駄に使って外国で遊び歩いてるんだ。あれ死んでくれもう。本当にふざけんな。国民なめんな。いい加減にしろ。これダメに落ちろ。国民なめんな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 。安倍はやめろ。
やめろ、今すぐ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 やめろ、あれも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 やめろ、今すぐやめろ、今すぐやめろ、今すぐやめろ、やめろ、国民なめんな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 、国会なめんな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 、
ぐやめろ。超高裁決絶対反対。超高裁決絶対反対。勝手に決めんな。勝手に決めんな。人権なめんな。人権なめんな。人権守れ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 。働く人の人権守れ。働く人の命を守れ。働いた分の金を払え。働いた分の金を払え。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 安倍はやめろ。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 安倍晋三は今すぐやめろ。安倍晋三は今すぐやめろ。山下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 やめろ。答弁できない大臣いらない。山下隆史は今すぐやめろ。安倍晋三
あっちだっけ、明日って議員会館前だったと思うんです。確か全労連さんだったと思うんですけど、お昼なんでちょっと今日今ここにいるような人たちなかなか時間合わないかもしれないですけど、また講義ありますんで、さっきも言った通り午前中にどうも強行採決になりにしたいみたいなんで、どうなるかちょっとわからないですが、多分参衆院から参院に行くまでの間も当然いろいろあると思います。ちょっと流れ見て考えようかなと思いますので、ちょっとすいません、僕らのというかこういう団体でみたいなの、ツイッターがすぐ凍るんで、もう作るのめんどくさいからやめたんですけども、フェイスブックの方ですいません、怒りの可視化っていう検索していただければページできてますので、そこでも情報出していきますので、まあ割かしというかすいません、いつも僕ら緊急なんで1週間以内とかでやるんで、慌ただしくて申し訳ないんですけども、よろしくお願いします。で今日も本当に今日もというか毎回なんですけど、90分間叩き続けていただいたドラムの人たちもおかげでいろいろできました。本当にありがとうございました。何より特に国会 PV からずっとの人もいたと思います。本当に長い時間お付き合いいただいてありがとうございます。またやりますんでよろしくお願いします。バカ野郎、また来るからな。